どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったーい。ゆきさんです。ももちです。大の字とももちです。ももちさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、ももちさんは中日ドラゴンズの大ファンということで、はい、中日ドラゴンズをこうどうやったら良くなっていくかとか、はい、こうあるべきじゃないかとかって何かあります？もうものすごいスケールの大きな話になっちゃっても大丈夫ですか？あ、もちろん、むしろそういう話大歓迎ですよ。グッズからテコ入れしていきましょう。あ、これそうなんです。はい、もうあのね、大の字中学校で工業的なあの野球のやり方をした方がいいっていう戦略的プライベート、はいはい、あ、それ見てくれたんですか？あ、それ拝見させていただいて。 ありがとうございます。ももちゃん、グッズだったら何が欲しいの？私はでも最近できたんですけど、うん、アクリルスタンドっていうのがあって、よくちょっとジャニーズのこのあのライブとかに行くと、こうちっちゃいこのくらいの実寸大じゃ全然ないんですけど、うん、ちっちゃい15センチくらいのアクリルスタンドっていうのがあって、スタンドなんですけど何ができるのかっていうと、球場に来ましたって言ってこうやって写真。ああ、そうか、はい、自撮りの時に使うんだ。そうなんです。ああ、そういうことか。それを楽天さんがやってて、球団では、まあ、結構始めたんですけど、いろんなところが楽天さんのパリが早いな。パリが、ね、早くて羨ましくて可愛くて羨ましい。これはぜひすぐ作った方がいいよね。はい、そうなんです。でこれで来るとやっぱり球場のまあタグとかをつけて、はいはい、インスタとかツイッターとか結局拡散されるから。そうです、そうです。今度じゃあね、一緒に友達連れてみんなでこの推しの選手を並べて来てみようっていう人も増えると思うので、ファンはね、あれば買うんだよ。そう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 、ね、バリエーションがあったら全部買うのがファンなんです、多分。応援したいから、どっちかっていうと。でそれがファンに向かって、球団にとってお金になって、しかも選手に還元できんなら、うん、喜んで買うと思うんですよ、うんうん、だからアグレッシブに作ってほしいっていうか、うんうん、いいものね、いっぱいあるんですけど。そう、めちゃくちゃあるんですよ。選手自体のキャラクターも最高だし、だんだと俺選手も最高だと思ってるからね。うんうん、わかります。あのプロデュースメニューとかもすっごい美味しいんですよ。はいはいはい、はい、大好きなんですけど、まあ母と昨年行った時にどこに何があるのか全然わからなくて、ぐるぐる回っちゃって足が疲れて、まあ母は結構年いってるので、はい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 、なんですけど、なんで神宮さんとか、神宮の神でも神からって言います。はいはい、あれ神でも神から、はい、神宮の唐揚げ、神宮のレモンサワーっていうのがあって、もうそれがすごい代表的で。へえ、俺はもうウインナー盛りで泊まってたわ。もう神宮イコールバカみたいなあのウインナー盛りで泊まってたから今唐揚げなんて神宮。そうです、唐揚げも美味しいんですよ。でそれの何がすごいかって、3個もうお店をまたいだら陣から売ってるお店、次陣から売ってるお店。あ、ちゃんとどこでも買えるようになってんだね。そうなんです、すぐ陣から見つけられるんで、みんな、じゃあちょっと買ってみようか。神宮から揚げ、ちなみにめ悔しいんですけど、めっちゃ美味しいです。あ、生きて食いてめちゃめちゃ陣から食いてだとしたら、いつものは名古屋にヒントがあるから、例えば大須賀さ、なんだよ、はい、やっぱり今唐揚げ大ブームなんですよ。そうですね、大須って変なんですよ。神社があって、はい、商店街の横にあるんですよ。でその商店街の中にアジアの各料理が全部食えるんですよ。しかも買い食いで。で今それが台湾唐揚げって何か分かるんですよ。マジパイ、台湾唐揚げっていうのがもうあるんですよ。超なのめちゃ。で韓国唐揚げ、ちょっと辛いやつ。唐揚げって各国にあるんや。それ食えるんですよ。それってそのままバンテリンドームでやればいいと思いません？めっちゃいいと思います。ねえ、うん、あ、なんでやらないんやろと思ってで俺は前々からちょっと、はい、バンテリンに関してはプレスの人たちが食べる食堂にある辛味噌ラーメン、うん、あれが俺球場で食った食い物で一番うまかったんですけど。そうなんですか。これお客さんには売ってねえっていうの。へえ、食べたいですね。なんでこれ売らないんだろうと思って。食べたい。プレスでもそれしか食べないし、みんな。でめちゃくちゃよくできてる。IH だから、あれこそ IH 作ってるんだけど、だ俺辛いものはちょっとありやな。ありですね。バンテリンでやってほしいなとか思うんですけどね。うん、あ、まあちょっとグッズと食べ物に関してはやっぱりね、はい、やってほ
あそこからじゃ見てたら今のドラゴンズね、はい、まあ桃内さんも本当お手上げ状態これ取ってる時が今一番やばいから借金13もう優勝どころか A クラスの道も、はい、やばいし、なんならもう今日の結果次第では最下位我々夜どんな結果が待ってるか分かりませんけど、はい、非常に今そういう状況の中でそわそわしてます、すごいそんな中でもちろん応援し続けるし、なんだったら負けていく弱い中日も愛さないと、はい、うんうん、もうこういう愛し方をしないと、それはプロ野球のいろんなチームのファンの人ってみんなそこがすごいからさ、ね、オリックスなんて長かったわけじゃん、それをずっと愛してたわけだから喜びもひとしおでしょうね、やっぱりね、そう、そんな上で今このドラゴンズファンじゃない人にお勧めしたい選手、今ですか、今よ、現役の選手だと私一番好きなのはアリエル・マルティネス、あ、アリエル、はい、へえ、なんで、アリエルのお嫁さんの方と結構仲はいいんですけど、え、なんであのインスタグラムでちょっとやり取りとかしてて、ちょっと仲良くなって、え、どういうこと、 DM 送ったってこと、 DM であの英語で会話して、英語喋れるの、ちょっとですけど、すげえな、いやいや全然、ほんのほんのちょっとなんですけど、それで選手の奥さんからそうなんです、カミルちゃんめっちゃ綺麗な人だよね、めちゃくちゃ美しい、へえ、アリエルが一軍で活躍してくれたら嬉しいと思いますよ、なるほど、はい、そういう意味で、そういう意味でイケメン、アリエルがイケメンだからとかじゃなくて家族を応援してんだそうですね、アリエルファミリーを応援して、何なんだよそんなやついないよマルティネス家が好きなんですよねなるほど、はい、でも本当アリエルは初めて見たいとぜひ見てください、本当かっこいいんで、めちゃくちゃかっこいいです、キャッチャーでマスクで隠すのやっぱ不条理なんで、そう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 、俺ねレフトを守ってほしいけどね、いい、俺今だったら誰だろうな、ドラゴンズ、三ツ俣かな、あーわかるー、これ三ツ俣、うん、オリックスからやってきて、はい、苦労人ですけどね、めちゃめちゃ苦労人ですよ、あの強いチームっていうのはですね、当たり前のことを当たり前にやるんですよ、そのバントもすぐ決めるし、はい、職人ですね、職人ね、でそういう意味で言うと三ツ俣はバントのサインだったらすぐ決めるんですよ、はい、このドラゴンズ今ちょっと欠けてた当たり前のことをちゃんとできる選手なんで、三ツ俣結果出した次の日スタメン落とされると本当にわけが分かんなくてそれでも腐らずに頑張ってるんで、うん、ちょっと応援してますね、うん、僕は今年は怪我しちゃったからあれだけど、ちょっとショート強打三ツ俣セカンドで固定してほしいけどね、彼ってバントももちろんすごい一球で決めてくださるんですけど、はいはい、得点圏の打率がすごいんですよ、確か高いんだ、はい、なんか得点圏の時になるとしっかりちゃんとこう返してくださるので、え、じゃあ打順だったらどこがいいの、なんで結構7番とかに置かれがちなんですけど、私はもう1、2番とか、うん、その1番で出ていってた次でもいいと思うんですよ、俺ね、兄弟1番、2番、三ツ俣で固定していいと思って、めっちゃいいと思います、で3番にビシの方が俺はうん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 、いいけどな、どう、ダメそうなると、あ、そうか、大島さんの場所ね、そうですよ、大島さんの場所と、そう、大島さん一番打つからな、そうなんです、やっぱ3番大島さんだな、うんうんうん、4番ビシ、ビシ5番アリエルが来てほしいね、アリエル来てほしい、しかもレフトだったら嬉しいな、あーそう、レフトで使ったらもう使い勝手超いいんで、最高です、で俺はちょっと厳しいこと言うけど、やっぱ周平を1回スタメンに落としていいと思ってる人なんで、あのサードはもう流動的、下手したら俺軍事でいいと思ってるんでさ、おお、いいですね、はい、いいよね、めっちゃいいと思いますよ、なんでかっていうとフォアボールあるんですよ、はい、郡司君は選球眼が素晴らしいですよね、全くボールがない、はい、当たり前、もう余裕で歩いていくんだよ際どい球も簡単にバッて、あれで変わって歩くんでいるとでかいですよね、ドラゴンズ早打ち多いから、特にあの漫才の出番の時にやっぱドラゴンズこうやって速報を見てて、巨人の、まあ、例えば攻撃長いなとか思って、で漫才やって戻ってきたら次の回の巨人の攻撃になってるんですよよくあることなんですそうそうそうドラゴンズの攻撃どんだけ見つけんだっていうあれまた巨人攻撃しよう、長い攻撃だなと思ったら、いや回違うんですよ
ドラゴンの攻撃が淡白すぎるから。そう。うん、5分も経つないんじゃない。そう。2ゴロ。セカンドゴロ3つよくなるんですよ。どんだけセカンドゴロ好きなんだよって。やっぱね、そういう意味で言うとこういうしっかり仕事ができる人とか、うん、フォアボール選べる人をもっと大事にしてほしいよね。あのアリエルも選球眼めっちゃいいので、やっぱりそういう意味でキャッチャーにこういうしっかり仕事できる人がいるので、はいはい、キャッチャーも野手にしちゃってくれと。そう、うまく使って。桃地監督はもうこれを、いやいや、まあ、簡単じゃないことはもう十々分かってるんですけど、うんうん、俺は木下固定してほしいんで、キャッチャーは、うんうんうん、もう何にも木下をしっかり 1,2 枚の選手にすればいいだけで、もう見えたと思ってんで、正捕手としては、うんうん、木下が6、7番ちゃんと打ってくれれば、ここにね、木のたくさんがいるって強いんですよね、うん、またね、木のたくいいね。下位打順からこの回が始まった時にもパーンって返してくれるので、うん、やっぱね、ここ木のたくさんの期待からこそこの中軸を固めたいんですよね。そうだ ね、いやー、まあ、同じだね。でも悩みはね、うんうん、ちょっとでもポジティブなの言っていきましょう。ここすごいからって、はいはいはい、ドラゴンズここはすごいよっていう。ドラゴンズすごい。でもやっぱりピッチャー力、いや、これはもうリーグナンバーワン、はい、やっぱもう大野もいいし、はい、柳もいいし、はい、で今小笠原が今年よかった、新之助くんいいですね、はい、抑えマルティネス完璧なんですよ、はい、また勝野くんっていう若手も出てきますね。先発は結構ね、あぶれてます。2軍にも清水君とか、ね、岡野君とかね、まだ揃ってるんですよ、うん、ピッチャーはオフラス、ピッチャーは与田さんのさ、この3年間の中で一番の成功例もピッチャーだよね。もうピッチャー、ね、これに関してたら本当に与田さんすごいなと思う。バッティングがもう本当びっくりするぐらい打たないんでそうね、なんか課題は決まってるんだけどね、うん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 、でも俺は弱くても応援するし、はい、それすらも楽しいって最近なってきたし、ただやっぱりその俺ももさんも言うように、でもライト層って、じゃ例えば友達さ行こうよって言って、はい、初めてのやつ連れてってさ、楽しんでくれるかなって思いながらドキドキして見てさ、着いた時にはもう1点入ってて、その1点から試合が動かないっていうやつ見せて帰らせてしまった時の気まずさ分かります？でもあるあるですよね、これはね辛いんですけど、そうあるあるなんですよ。だから誘いづらいのよ。そうなんかもう、なんかあればね、もっとね、言えるのよ。球場楽しいからさとか、ご飯おいしいからさとか、たまにこうやって野球見るのいいでしょみたいなさ、うんうん、ハマスタとかだと、ハマスタって今ものすごいもうかかる曲が全部かっこいいんですよ。ちょっとクラブミュージックみたいな。そう、 EDM 超好きなの、うん、キャンプの時もずっと EDM だった。そうあ、好きなんだったね、確かに。そうですよね。なんで行ってもデートみたいな感覚で、ノリノリでこうスタジアムがそれなんだ。はい、でまた名物のバーガーがあったりして、あのキッチンカーすごいからね。そうです、そうです、すっごい世界各国の料理食えるから、はい、広島なんかは極端な話、球場いじりまくってエンターテインメント、総合エンターテインメントの場所にしたから、そうしてほしいよね。なんかできないかな、難しいんだろう。あなたはどこですか、一番好きな球場は。いや、バンテリンがそれ一番好きなんですけど、球場行って楽しいなと思う点では、やっぱりハマスタと西武ドーム。僕も、はい、西武っす。ハマスタも僕大好きですけど、西武超楽しくないですか。超楽しい。ただ西武は到達するまでが大変そうなんです。結構果てしない道のりなんですよね。意外と所沢じゃないんだよね。所沢からさらに3駅ぐらい行かなきゃいけないですよね。奥なんですよ、ね、所沢で一回心が折れるんですよ。これ分かりますよね。私は西武ドームはもうこれで行きます、運転で。え、車持ってるの？あの、お父さんに運転してもらう形ですけど。あ、お父さんいるんだ、近くに。はいはいはい、はい、へぇー、あ、じゃあ家族で見に行くんだね。もう家族3人でもう丸ごと朝から野球見に行くの。はい、へぇー、3つ席取って見に行きますね、よく。ご家族全員ドラゴンズファンなのに、はい、やっぱ西武いいねって。やっぱ西武楽しかったね。美味しかった、あれが美味しかった、これ美味しかった。なるほど、あ、いいな。ちょっとぜひ、はい、もう野球観戦もね、ちょっと定期的にまた出てもらいたいので、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、中日ドラゴンズ、まあ、最後は西武ドームの、はい、西武ドーム褒めて終わりますけど。はい。次回の時は、ドラゴンズやっぱりいいです。いいところをね。そう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 。おそらくシーズン終わった後かな。うん、2021年、次は反省会でぜひお願いします。反省会、はい、ありがとうございます。また来てください、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、試食礼。